はい、どうも皆様こんにちは、サソリ小森です。では前回に引き続きポケットモンスター緑の方やっていきます。ということでポケモン屋敷へ潜入。ここではオニータとベトベターがいますね。池のドン、空を飛べ。残った。ここで必殺、遠いな。ハイパーボール、上の方に来てくれ。ハイパーボール、オッケー。ギャロップやろ。ポニー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 、マイリトルやん。マイリトルポーキー。この音ちょっと好きやね。ティッ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 ティ。ドガースもいたのか。お前も月中大将やぞ。空を飛べ、ノドン。やりすぎか？ぬまぁ。いけ！ハイパーボール。捕まえたポケモンがその、ボールによって変わってしまう時代のやつだと俺全部モンスターボールで捕まえんねんけど、まあこの初代のやつはモンスターボールの形が分からへんからもう、モンスターボールじゃなくてハイパーボールでいいや。ドガース、またドガース。兄弟。多いな。あ、ロコンか。ロコンはいいわ。早い。空を飛ぶ。あ。あ、ベトベターや。空を飛ぶ。もう一発ぐらい生きれそうな感じするけどな。翼で撃つ。OK、残った。ハイパーボール、オッケー。ベトベタ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 か。で紫色やろ。練り消しヘドロがベトベタになってる。あ、練り消しやな。ブドウの匂いしよう。練り消し、バレながらいい名前やと思う。受け紐はいらんな。ドゥ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 。あ、3本超えてるわはい、それではまた次回。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。